はい、今回2024年8月からのレクサスの最新納期で新型車の情報、リコール情報ですね。で、まあ最新納期の前に新型車の情報、リコール情報からで、リコールは今年2回ですね。2月21日の LX で6月中旬の14日のですね、SUV とセダンのリコールとなっていて、RX、NX、UX、DLX、LS、ES、RZ ですね。対象生産時期からして新型モデル、現行型ですね。もうリコール内容としても何回も紹介するんで、詳しくは紹介せずに、まあ、パノラミックビューとバックガイドモニターを押すカメラ関連のリコールですね。で、型式指定に関する認証不正問題、先々代の RX ですね。の不正問題で、現行型の発売時期もですね、影響が出ていて、まあ、4月19日に正式発表された GX550 ですね、秋に発売することを発表されていたのが、その前にオーバートレイ仕様ですね、6月上旬に本来発売予定だったのが、今回型式指定の認証不正の問題で、先行販売100台分の生産開始時期、発売の方もですね、延期することが判明して、最近になってそのオーバートレイル仕様だけでなくてですね、標準車の秋発売予定の GX550 に関しても延期する可能性ができてですね、まあトヨタの方も新型車の発売の方ですね、延期傾向で、で、新型車の情報としては7月中旬18日にですね、ようやく LBX 無依存仕様 RR の発表があって、発売自体は8月下旬ですね。650万円で発売。100台限定のビスポークビルドに関しては、720万ですね。標準仕様より70万高くて。7月18日から31日までビスポークビルドの方ですね。受付して。で、発売時期、納車時期はですね、ビスポークビルドの方に関しては未定となっていて、標準車の方に関してはですね、納期情報の方を判明して、まあ、それにしても0100加速、オートママニュアル車ともに 5.2 秒って早いですよね。では続けて、キントの方の月額制と納期情報の方を紹介していきます。では、レクサスのキント、月額いくらいるのかと、納期情報の方ですね。LBX でも月額58,300円かかってきて、使用開発で、兄貴分の UX が3,300円プラス、月額61,600円の納期や使用開発で、で、NX が UX より2,200円高くて63,800円、使用開発で、RZ はですね、一気に高くなって、10万以上ですね。 NX より高くて月額で17万500円、使用開発の納期で、さらに LM だと RZ の倍以上、倍近くですね、月額33万5500円かかってきて、カラーですからね、バージョン L の方ですかね、エグゼクティブの方が一般販売でですね、500万高いんで、納期が使用開発なんで、レクサスに関しては最近納期ですね、どの車種も使用開発となっていて、だからセダンとかクーペ、まああと RX とか LX ですね、キントの取り扱いがないみたいで、では続きまして一般販売の8月号からのレクサスの最新納期。はい、では8月号のレクサスの最新納期。LM カラーでバージョン L。お問い合わせくださいなってますけどね。まあオーダーストップではなくて受注の方はしていて。半年から8ヶ月の納期ですね。だからエグゼクティブよりは納期が変わって。まあアルベルとかと比べたらですね。納期は短めでオーダーもかけてですね、最近エグゼクティブの方も納期の方を長期化してきて、4ヶ月半か5ヶ月ですね、
一時は2ヶ月前後だったんですけどね。で、LBX、標準仕様が5、6ヶ月、まあ半年前後ですね。で、モイゾー仕様が早くて来年の春ってことなんで、9ヶ月前後ですね。納期は変わってくるみたいで、で、UX300E が5ヶ月半から半年ですね。最近納期の方が伸びてきて、300H は納期短めですね。2ヶ月半から3ヶ月。6月とかのこと思えばですね、納期の方はちょっと伸びてきて、で、NEX450H プラス、プラグインハイットが3ヶ月半から4ヶ月。で、350H が3ヶ月半から4ヶ月。まあ、ハイットと納期同じになってきましたね。で、350、2ヶ月半か3ヶ月の250、3ヶ月半か4ヶ月半になってますね。全体的に納期の方長期化。で、RX450H プラス、プラグインハイットお問い合わせくださいになってますね。で、350H も、500H も、350もですね。もう RX 自体がお問い合わせくださいになって、オーダーかけない可能性ができて、RZ450E300E ともに4ヶ月か4ヶ月半。で、GX はまあですね。LX をオーダーストップ。RCF 3ヶ月から5ヶ月で、グレード間の大きさがあるのか、駆動方式。RCF の駆動方式、2か4か分かんないですけどね、どちらかの駆動方式の可能性もあって、あとはメイクオプションとかボディカラーによってですね、結構の大きさがあったりと。で、RC300H、3ヶ月半。で、350、300が2ヶ月半か3ヶ月で。で、LC500 コンバーチブル、お問い合わせください。オーダーストップだってたとしてもお問い合わせくださいって表記されることが多いんで、500H お問い合わせください。で、 LC の方もですね、お問い合わせください。 IS もお問い合わせくださいになってお問い合わせください。多いですよね。350、300もですね。で、500、3ヶ月、 ES300H が2ヶ月半で、LS500H バージョン L アドバンストドライブ、エグゼクティブアドバンストドライブ、5ヶ月半か半年で、アドバンストドライブ以外ですね、2ヶ月半か3ヶ月で、アドバンストドライブが設定されているグレードに関しては納期は長めで、非搭載ですかね、に関しては搭載と加えた半分ぐらいの納期で納車できて、で、ガソリン車の方ですね、納期差はなくて、 LS500 2ヶ月半か3ヶ月で、まあ全体的に納期の方長期化してきてますし、オーダーストップか分かんないですけどね、お問い合わせくださいという項目が増えてきましたね。はい、今回2024年8月号のレクサスの最新納期、新型車の情報、リコール情報、キントでの月額制と納期情報について紹介しました。